データ解析に何日も費やして、ようやく僕は仲間の居場所を突き止めた。スライたちはプラハにある謎の施設に囚われていた。インターポールでも名高いコンテッサの牢獄だ。コンテッサはまだ犯罪心理学の学生だった頃、裕福な特権階級の男と結婚した。でもその幸せは長く続かず、挙式後すぐに彼女の夫は謎の死を遂げた。夫に死に別れたコンテッサは受け継いだ敷地内に犯罪者を対象とした更生施設を建てた。彼女が始めた催眠療法は功績を上げ、その地位はインターポールでも不動のものとなった。スライとマーレーはその更生施設に囚われ、コンテッサの洗脳を受けているに違いない。早く助けないと二人は永遠に雑巾がけをさせられる。僕は永遠に親友を失うだろう。とにかくまずはコンテッサの施設へ行ってみよう。そうすればスライとマーレーの手がかりがつかめるかもしれない。
よーし、コンテッサはいつもの見回り中だ。そういえば、スリープダーツの羽は音の近くで振動するんだったな。このサテライトアンテナからなら離れていたって、その周波数の音を拾えるはずだ。よーし、いいぞ。コンテッサにダーツを仕掛けることができれば、彼女の話を盗聴できるだろう。うまくいけばスライト・マーレーの居場所もわかるかもしれない。クローギャングはもうおしまいね。スパイスの出荷が完全に止まったわ。まったく、こんなに簡単に計画がダメになると分かっていたら、最初からギャングに入る意味なんてなかったじゃない。クーパーギャングは捕獲してあるのだから、彼らのチームワークもボロボロになるわね。まあ、私のやり方を見せてあげるわ。インターポールもバカね。犯罪者を次々と送り込んでくれるおかげで金も入ってくる。普通考えないのかしら。犯罪者を洗脳して隠した財宝の在りかへ案内させる。天才的ね。もっと洗脳させるためのスパイスがあれば。いまいましいクーパーギャングめ。あの太ったカバ、名前は何だっけ。マーレ。そう、マーレ。あれは簡単に落ちそうね。何回かおつむを探ってやれば。クーパーギャングの一味がこれまでに集めた財宝はどれぐらいあるのかしら。スライ・クーパー、なんて複雑で反抗的な男。でも穴に2ヶ月間入れておけばおとなしくなるはず。来る日も来る日もスクワットをさせる。それに見張りが全員モーションセンサーを持っているのは知っているはず。逃げ場はないわ。しばらくは状況をゆっくり把握する。その上で洗脳を開始しましょう。とんでもない話だ。構成だなんて全部デタラメじゃないか。これでようやくコンテッサの化けの皮が剥がれたぞ。犯罪者に催眠術をかけて財宝の在りかを喋らせ奪うなんて、怪盗の美学に反したこんな卑怯なやり方は許せない。なんとかしてスライを牢獄から救い出す方法を考えなくちゃならない。このコンピューターはリニア列車のコントロールシステムの一部だ。線路沿いのターミナル全てにハッキングすればマグネットの極性を反転できる。そうすれば列車は巨大な砲弾になるぞ。壁にぶち当たれば間違いなくスライが逃げられるくらいの大きな穴を開けられる。やっぱり僕はハッキングの王者だ。よし、これで左スティックで僕の分身をコントロールできるぞ。このバリアモジュールをハッキングするぞ。
右スティックを使って好きな方向にハッキングコードを打っていこう。左右のスティックを同時に操作すれば別々の方向に移動と発射ができるよ。一つ終わった。これで列車のスピードが上がる。4つだ。スピードが 50% 以上上がったぞ。よし、あと2つだ。フルスピードになった。よし、次は曲線を反転させよう。軌道だね。命中。
牢獄にいる見張りたちはみんなモーションセンサーを持ってる。やつらをリモコンヘリで倒す。スライを逃げ切らせるためにはそれしかない。スライ、聞こえるかい？ちょうど君の声が聞きたかったんだ。スライ、懐かしがるのは後だ。列車の上にあるフックは見える？ああ。それが唯一の脱出ルート。ジャンプして丸ボタンで捕まって勢いをつけて列車に飛び乗れ。もうアジトは確保してあるし、ビジョンゴーグルに位置はアップロードしておいた。手配は完璧。そこで落ち合おう。すごい、準備万端じゃないか。いつもだろ。ああ、そうだな。感謝してるぜ。なあ、やだな。ほら、よく言うじゃないか。捕まった時の友達こそ本当の友達だってね。ああ、まさにその通りだな、ウィザード。状況を詳しく説明するよ。データベースをくまなく探してマーレーが監獄の中に閉じ込められてることが分かった。救い出すのは簡単じゃない。マーレーは素早く動けるような体型じゃないからね。まずマーレーを独房に移して他の囚人と引き離そう。次にスライがコンテッサから暗号化アルゴリズムのサンプルを盗むんだ。どんなものかは後で教える。それからコンテッサから鍵をいくつか盗んでほしいんだが、べったり張り付いてる見張りに注意して、そして最後にコンテッサの巨大ロボットを停止させてほしい。いや、冗談じゃないよ、真面目だ。コンテッサは巨大な攻撃ロボットを持ってる。今はウォータータワーに化けてるけどね。作戦が全てうまくいけばふくよかなマーレーを助けられるよ。
Thank you.
Thank you.
Wow.
この暗号を解くには IQ が少なくとも140はいる。コンテッサは思っていたより頭いいね。答えはこれだ。2、4、8。ロングスローを覚えたね。マーレを助けるには戦車の鍵が2つと戦車のパトロールスケジュールが必要なんだ。了解。スリならお手のもんだからね。そんな簡単にはいかないよ。コンテッサは用心深くて、君が逃げてからはどこに行くにもボディーガードを連れてる。近づくにはボディーガードを1人ずつ倒さなくちゃならない。何か音を立てて奴らをコンテッサから引き離そう。
あのボディーガードたちは何をしてるの？全員首よ！やったね！戦車を盗む準備が整った！いいか、スライ。マーレを助けるためにわざと彼を独房に入れる必要があるんだ。そのパイプでマーレのところに行ける。それを通って計画を彼に伝えて、そこからはマーレにかかってるね。了解、中へ入るぞ。よ、マーレ、マーレ。うん、スライ、どこにいる？こっち、後ろの壁だ。スライ、よかった、会えて嬉しいぜ。奴らはスパイスをたっぷりまぶした飯しか出してくれないんだ。おかげで変な気分だぜ。早く出してくれ。任せとけ。ベントレーが独房に逃げ道を見つけたんだ。今騒ぎを起こせば君は独房に入れられる。そうなればこっちのものさ。スライがそう言うなら、このキャプテン・マーレー様が好き放題大暴れしてやってもいいぜ。そうだ、やってやる。いいぞ、とにかく思う存分暴れてくれ。あとは俺とベントレーに任せろ。受けてみろ。
ち、文句なし。49、絶好調。50人だ。ケチョンケチョンにしてやったぜ。どうだお前ら、思い知ったか。なんだと、俺を独房にぶち込む気か。よっしゃつらい。ブリッジの下にあるパイプがセキュリティシステムにつながるパワーラインのようだ。マーレを逃がすため破壊しよう。なるほどな。俺は何をする？ブリッジの警備は厳重なんだ。爆弾を仕掛ける間注意を引けばいいんだな。その通り。でも橋の上には隠れる場所がどこにもないから二人とも丸見えだぜ。そうだね。でもあの像を壊して代わりにじっと立ってれば見張りには気づかれないよ。像のふりをして見張りが通りがかったらバシッと一撃。君は天才だな。そう、天才だ。セット完了。上までついてきてくれ。爆弾はセットした。次の場所へ移動しよう。
もう一つ爆弾をセットした。次は反対側だ。3つ目も完了したぞ。4つ目をセットしに向かう。セット完了。援護して次に行くよ。一つセットした。ブリッジの向こう側へ渡る。最後の爆弾を仕掛けたぞ。さあ逃げるよ。これでセキュリティシステムは停止したはずだよ。
ねえ、スライ、あれだよ。あれがコンテッサの巨大攻撃ロボだ。ベントレ、どう見たって、あれはただのウォータータワーにしか見えないぜ。騙されるな。それがコンテッサの狙いだ。もし止める前にマーレを助けたりしたら、ああ。水も滴るいい男に変身するって？真面目に聞いてよ。わかった。借りがあるからな。牢獄内の飛来神は雷が直接ウォータータワーに落ちるのを防ぐんだ。あー、じゃない、ロボットだった。ああ、それで？飛来神の根元にあるハンドルを回せば、電気の流れる方向を変えることができるはずだ。飛来神は全部で5つ。雷が落ちている場所に向かえばいいだけさ。わかった。つまり飛来神につながってる回線を全て破壊して、ウォータータワーに化けているあの巨大ロボットに雷が落ちるようにすればいいってことだな。つまりはそういうこと。よし、その飛来神はセット完了。雷を追って他の飛来神を見つけるんだ。Thank you.
コンテッサの暗号化アルゴリズムが必要だ。手に入れてくれ。喜んで。でも俺にはさっぱりわからないぜ。オッケー。わかるようにしっかり説明するよ。セキュリティステーションだ。あそこは見張りにしっかり守られてる。わかった。まず奴からターミナルの鍵を盗んでほしい。ああ、任せろ。それでセキュリティステーションの警報を鳴らしてくれ。待てよ。警報を鳴らせたって？そう。そして見張りが来る前に急いで逃げるんだ。すると誤報だと思った見張りがコードを入力して警報を止める。コードの写真を撮れってことだな。安全な場所からコードがはっきりわかる写真を撮ってくれ。全てのコードの写真が必要なのかい？そうだ。セキュリティコードのサンプルをある程度集めればコンテッサの暗号化アルゴリズムが解けるはずさ。アルゴリ…さっぱりわからない。いいから写真を撮れ。あとは任せなよ。やったな。それじゃあその鍵を使って警報を鳴らして。オッケー。セキュリティコードの映ったモニターのよく見える場所に登って写真を撮ってくれ。
サンプルは十分だ。さすがだね。君の協力でマーレを助け出す準備ができたぞ。作戦のコードネームはトロイオ戦車。まずコンテッサの鍵を使って戦車を盗む。僕が飛び乗って運転するから、スライは下に潜って隠れていてくれ。運が良ければ見張りは疑いもせずに牢獄のゲートを開けてくれるだろう。何食わぬ顔で中に入り、マーレーのいるところに通じるセキュリティドアを吹き飛ばそう。中に入ったらコントロールセンターに行く方法を探して、独房の区画へ入るドアを開ける。マーレーがコンテッサの催眠術にかかってないといいね。よし、スライ。僕は戦車に向かうよ。戦車に入った。まずは車高を調節しよう。これだけあれば十分だ。戦車の下に潜って僕についてきて。僕からは君が見えないから、遅れず見つからないようについてきて。
牢獄のゲートに近づいた。うまくいくといいんだが。どうだ！僕が大砲を撃つ前に戦車から離れた方がいいぞ。オッケー、大丈夫だ。先に中に入って僕もついてく。戦車に少し手こずってるから先に行って、後から追いかけるよ。さてベントレー、お次は？あれが確かにコントロールセンターだけど、正直言っちゃうとどうやって入るかわからないんだ。なーに、任せとけ。俺が何とかしてみせる。セキュリティシステムのほとんどは止まってるけど、予備電源で動いてるものがあるみたいだ。気をつけてね。今、君の解読プログラムを読み込ませてる。そっちの様子はどうだい？成功だ！これでマーレーの独房へ行けるよ！いいぞ、独房へ向かう。
なんか変だな。あんなマーレーを見るのは初めてだ。なんだか落ち着きのない様子だ。スパイス入りのご飯を食べさせられてたんだね。なあ、変な気分だって言ってた。確かに変だよね。こっちにも全く気づいてない。仕方ないけど、ちょっと荒っぽい方法で行くしかないな。どんな方法だ？あの催眠ボックスはスパイスの効果を増幅させる。多分マーレーはもう興奮状態だ。だから催眠ボックスの電源を入れれば、さらに暴れ出すはずだから、ドアもぶち破ってくれるだろう。電源はどうやって入れる？電源はレーザーセンサーで厳重に守られてるんだ。スライが近づいたらターミナルからレーザーセンサーにハッキングしよう。アクセスできるようになるよ。やろうぜ。マーレを助けるためなら何でもやるさ。レーザーセンサーにハッキングするぞ。の電源を入れてくれ、スライ。この音は何だ？何なんだ？もう、ああ。僕の出番だ。小さなティーポット、小さくても力持ち、みんな潰してやるからな。ほいきた。
さあどうぞ。うわワンワンうん、うわうわ。いいかスライ、催眠ボックスは頑丈すぎてセプターじゃ壊せないんだ。マーレーに突撃させるといいだろう。全部壊せば興奮したマーレーの暴走も終わる。危ない。頭が、俺はどこ、ここは誰、天国か。天使には見えないぜ。ちょっと深呼吸して十分に気持ちを落ち着かせるんだ。わかった。この騒ぎは何事、頭が混乱してきたわ。私は何を、ピンクのカバが逃げた。そう、仲間が来たのね。一体奴らをどうしてくれようか。本当だって、クロックベルクポンプの半分は無事だぜ。隠しとくのは大変だった。コンテッサ、やつが逃げるぞ。マーレ、レバーを上げろ。追いかけるぞ。やってみる。マーレ、あなた私に心を開き始めていたじゃない。何言ってる、とんでもない目にあったぜ。あんなの二度と思い出したくもない。あまり気に入らなかったみたいね。せっかくだからその怒りをあなたの大切なお友達にでもぶつけてみたらどうなの。俺は言葉で語るのは苦手だ。拳で語らせてもらうぜ。ごめん遊ばせ、時間切れよ。見つけるさ。3人揃えば奴にチャンスはない。うまくいったぞ。ギャングが元に戻れたのも全部僕のおかげってわけだ。町を出る時の車中もパーティーみたいだった。マーレーなんか笑いすぎて2回も車を止めた。でもみんな何かが変わったことに気づいてた。僕ら3人は小さい頃から一緒だったが、この経験でさらに絆が深まった。次の仕事の前に何週間かしっかり休み、
その時に初めてマーレーが僕に運転させてくれたんだ。